どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルの、最新キャンペーン解説ね、行きたいと思います。キャンペーン自体はですね、一応2つなんですけども、今回このキャンペーンね結構すごいので、最後までね、お付き合いいただけたらなと思います。まずね、1つ目のキャンペーンがエレベーテッドアーニングキャンペーンですね。こちらね、詳細いくと2滞在目から、1滞在につき、マリオットボンボイ2000ポイントがね、もらえるキャンペーンとなっております。でこちらね、2滞在目ということですんで、1滞在目はね、ポイントもらえませんけども、2滞在目からは1泊でもね、2000ポイントがもらえるっていうキャンペーンですね。しかもこのキャンペーンはですね、上限がないんですよ。ですんで、まあ2000ポイントではあるんですけどもね、大きいですよね。でこちら、キャンペーンの期間なんですけども、2020年の、5月30日までにエントリーをしてくださいね。もうこのエントリーはもうすでに始まっております。でこちらね、もしねエントリー忘れてしまったっていう場合でも、後からねエントリー完了すれば、加算されるっていう風になっております。で、キャンペーンのね、滞在期間ですけども、2020年3月17日から、2020年の6月14日までに、滞在っていう風になっておりますんで、3月17日からね、あの実際の滞在期間が始まりますんで、その点もね、注意しておいていただけたらなと思います。で、このプロモーションはですね、一応ね対象者限定っていう風になっておりますんで、概要欄にね、公式サイトの URL、貼っておきますんで、利用できるかどうかっていうのはね、一応見ていただけたらなと思います。この限定っていうのはね、一応公式サイトに書いてあるんですけども、まあ、私のね、Twitter の、お友達等々はね、結構このキャンペーンね、ツイートしておりましたんで、まあ、ほとんどの人にね、案内が来てるんじゃないかなと思います。で、滞在っていうのがね、結構キーポイントなんですよね。これ結構毎回言わせていただいてるんですけども、1滞在っていうのは、A ホテルに1泊で1滞在ですよね。ですけども、A ホテルに2泊連泊すると1滞在なんですよね。ですんで、1滞在を分けるっていうふうには、A ホテルに1滞在。B ホテルに1滞在で、まあ、こちらで2滞在っていうカウントになりますんで、まあ、A ホテルにね連続で何泊しても1滞在にしかなりませんので、その点もね気をつけていただけたらなと思います。このキャンペーンはですね、マリオットボンボイのね、キャンペーン利用されている方はね分かってると思うんですけども、もちろんね公式サイトの予約のみがねカウントされるというふうになっておりますんで、エクスペディアとかね、ホテルズ .com とかそういう外部のサイトを通して予約するとこちらねカウントされませんので、気をつけてくださいね。それではですね、次に JAL と、マリオットボンボイのね、コラボのキャンペーンをね、開始されたんですよね。JAL マイルの、キャンペーンコードを利用して、2泊以上滞在すると1滞在ごとに、2000マイルがもらえるっていうキャンペーンがね始まりました。さらに、期間中にねマリオットボンボイポイントから、JAL マイレージに交換すると、10% のボーナスマイルが付与されるっていうキャンペーンが始まったんですよね。この2つ目のねマリオットボンボイポイントから JAL マイレージに交換すると 10% ボーナスマイルがもらえるってすごいですよね。まずね全体のキャンペーンね概要を説明していくと、こちら予約期間が2020年の3月2日から5月の10日までっていう風になってまして、宿泊期間が3月の2日から9月の6日までのキャンペーンとなっております。でこちら対象者は JAL マイレージクラブ会員の人プラスマリオットボンボイのね会員の方っていう感じになっております。でこちらはプロモーションコードをね入力するキャンペーンとなっておりまして、 MR6 っていうねキャンペーンコードを入力すると利用できるっていうキャンペーンになっております。こちらの滞在のキャンペーンはですね、残念ながら対象ホテルが決まっております。アメリカのロサンゼルスおよびニューヨークのホテル限定のキャンペーンってなっておりますんで、注意してください。でこちらのねこちらの情報は JAL のね公式サイトに書いてあることなんですけども、まあ、キャンペーンをね一緒に紹介されてるんですけども、2泊以上滞在すると1滞在ごとに200マイルがもらえるっていうキャンペーンと一緒に紹介されてるんですけども、このマリオットボンボイポイントからね JAL マイレージに交換するこのキャンペーンはですね、
あの期間は、一緒なんですけども、ポイントの交換自体はですね、別にあの滞在しなきゃいけないっていう、キャンペーンではないんですよね。ですんでマリオットボンボイポイントをただ単に、JAL マイレージに交換するだけで、10% の、ね、ボーナスマイルがもらえちゃうんですよね。いやこれすごいですよね。でですね、あの本来、マリオットボンボイポイントっていうのは、6万ポイントをね、一度に、マイレージサービスに交換するとですね、まあ、対象外もちょっとあるんですけども、まあ、ANA とかね、JAL とか、そこら辺に交換するとですね、6万ポイントにつき、2万マイル本来にはなる計算なんですけども、こちらボーナスマイルが入りまして2万5000マイルになるんですよね。でこちらの 10% ボーナスマイルって、じゃあこれどっちに掛け算されるものかっていうのがわからないですよね。で私もわかんなくてですね、マリオットボンボイのデスクにねちょっと問い合わせたんですよね。こちら6万ポイントを交換した場合、まあ2万マイルで 10% ボーナスなのか、2万5000マイルで 10% ボーナスなのかっていうのがね、どっちに適用されるんですかって聞いたんですけども、まさかね、あのマリオットボンボイのあのデスクの方もですね、ちょっとわからないっていうことで、今現在ね、どっちに、この 10% がかかってくるかわかんないんですよね。ですので、私のね、動画の概要欄、プラス、私のチャンネルのね、コミュニティ欄に、今後ね、こちら、詳細分かり次第ね、公表していきますんで、今現時点ではちょっとわからないので、その点はね、覚えておいていただけたらなと思います。まあ、5000マイルしか変わらないんですけども、まあ、されどね、まあ、5000マイル変わってますんで、この 10% がね、どっちにかかってくるかでね、まあ、もらえるマイル数も変わってきますんで、ちょっとね、今後、私のチャンネルのね、方ね、見といていただけたらなと思います。で、それとですね、こちら、マリオットボンボイのね、ポイントを JAL マイルに交換する、まあ、こんだけね、10% ボーナスマイルがもらえるキャンペーンっていうのは、まあ、なかなか私もね、聞いたことないキャンペーンですんで、外資系の航空会社のマイレージはね、昨年結構あったんですけども、ANA とかね、JAL とかで、ちょっと私が聞いた限りね、今までは多分初めてだと思うんですよね。ですんで、今回のね、この機会に、マリオットボンボイからね、JAL マイレージに交換する方、まあ、とても多いと思うんですけども、今現時点ね、マリオットボンボイのねポイントを全然持ってませんよっていう方もですね、私の動画でね、まあ、解説入れておりますけども、今現時点ね、マリオットボンボイのね、購入キャンペーン、まあ、50% ボーナスポイントキャンペーンですね、今やっておりますんで、まあ、そちらね購入していただいて、まあ、交換するっていうのもねもちろんできちゃいますんで、まあ、JAL マイルをね積極的に貯めている方っていうのはね、これはかなりいいんじゃないかなって思います。今回のこのキャンペーン解説で、まあ、マリオットボンボイをね宿泊される方も、マリオットボンボイポイントをね、購入される方もいらっしゃると思うんですけども、まず、予約する場合はですね、間違いなく、ポイントサイト、ポイントインカムでね 3.6% のマリオットボンボイのね案件ありますし、アメリカのポイントサイトのトップキャッシュバックでもですね、5% の、キャッシュバック、まあ、受け入れられますんで、もしね予約される際はそちら通していただく。でもしねマリオットボンボイのポイントを購入されるっていう方はですね、このトップキャッシュバックでですね、ポイント .com っていうね上の検索バーで、検索していただくと、マリオットボンボイポイントのね、購入にもトップキャッシュバックのね、2.5% だったと思うんですけども、還元が受けられますんで、まあもらえないよりかはね、まあ個人的にはね、もらっといた方がいいんじゃないかなと思いますんで、ぜひね利用してみて、いただけたらなと思います。で最後になんですけども、今回のこのキャンペーンなんですけども、最初にね、紹介してさせていただいたエレベーデッドアーニングキャンペーンとですね、この今回のこの JAL マイルのねキャンペーンは、併用できてしまいますんで、もしね利用されるって方は、エレベーデッドアーニングキャンペーンの方はエントリーが必要っていう風になっておりますんで、まあ、このエントリーしていただいて JAL マイルのね、キャンペーンもね、もし利用される方はですね、まあ、対象ホテルはね、まあ、ニューヨークとロサンゼルスに限られてしまうんですけども、まあ、キャンペーンコードを入れてね、利用していただけたらなと思います。で最後にですね、この JAL マイルのね、宿泊キャンペーンの方ですね、こちらは、MR6 っていうのをね、まあ、キャンペーンコードに入れて宿泊を検索するわけなんですけども、間違いなくやっていただきたいのは、
通常価格とこのキャンペーンのね MR6 っていうのをね入れた価格確実に比較してね利用するようにしてくださいね。まあマリオットボンボイポイントのねキャンペーンは結構ありがちなんですけども、普通にね予約するあのキャンペーンコードを入れないでね予約する場合と、このキャンペーンコードを入れてね予約する場合、結構ねあの値段がすっごい上がっちゃったりねすることもありますんで、まあそこだけはねあの確実に比較するようにしてくださいね。ファイルがもらえるのはありがたいんですけども、それでね現金の出費がすごい高くなったらあんまり意味がなくなってしまいますんで、まあその点はね覚えておいていただけたらなと思います。まあでもそれにしてもですね、このマリオットボンボイポイントからJAL マイレージに交換して 10% ボーナスマイルがもらえるって、これねすごいキャンペーンですよね。ですんであのマリオットボンボイポイントを持ってる方でね JAL マイルを貯めている方はね、この際にね一気に交換してもねいいんじゃないかなと思います。まあもちろんね JAL マイルに交換すると、有効期間がねあの決まってしまいますけども、でも 10% ね増量されますからね、ちょっとね検討してみていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。